はい、プレーボールドーム野球人です。2軍で10戦6発、巨人中田翔1軍昇格へ、代わりに勝木が登録抹消で2軍落ちということでございまして、巨人の中田翔選手、不振でね2軍に落ちていたんですが、結果残して1軍昇格ということが決まりました。で、代わりに落ちるのが勝木選手ということなんで、これもねまた後半にお話していきたいと思いますが、まずは記事から見ていきましょう。はい、巨人中田翔が10日から1軍昇格へ。巨人の中田翔内野手が10日の DeNA 戦から1軍に再昇格することが8日分かった。1軍では開幕から23試合で打率が1割8分8厘、2本塁打で4月22日に主要選手登録を抹消されておりました。2軍では小笠原2軍打撃コーチらと話し合いながら状態の改善に努めたということで、イースタンリーグ2軍戦に9試合に先発して、打率が2割4分1厘4ホーマー、同29日の日本ハム戦では雨天コールドでノーゲームとなりましたが、2打席連続本塁打を放ち、10戦6発を量産体制に入っていたと。5月7試合で計17得点、1試合平均約 2.4 点と苦しむ打線の起爆剤として期待されるということでございます。はい、中田選手ね、なかなか打てずに、2軍に落ちておりました。で、そこから状態がね上がってきております、打率で見たら2割4分ぐらいなんですが、ホームラン数4本と、長打が出ていると。さらにね、コールドでノーゲームになってしまったんですが、2打席連続ホームランも打っていたので、それを考えるとね、もうかなり打っていることになります。イースタンで言うとホームラン6本で言うと、ホームラン王ということになりますので、この少ない打席数でここまで打てるっていうのはやっぱりさすがかなっていうふうに思いますし、状態も上がってきていると。じゃあ成績の方もね、今シーズン昨シーズンと見ていきましょう。はい、中田翔選手、プロ15年目、出身地広島、1989年4月22日生まれ、33歳、184センチ、114キロということで、シーズンオフにはですね20キロ近くの増量したことでも話題となっておりました。ポジションはファースト右投げ右打ち。2007年高校生ドラフト1位指名で日本ハムに入団。今季年俸は1億5000万円、昨シーズンは3億4000万円です。高校時代からのスター選手で鳴り物入りで日本ハムに高卒1位指名で入団。4年目にレギュラーをつかむと打率は低いが、広い札幌ドームで本塁打を量産。計3度の打点を獲得、世界大会でも活躍を見せ、日本の4番と呼ばれる存在でございました。しかし昨年は極度の不振と暴力事件を起こして謹慎。その後巨人にトレードされ、今季移籍2年目を迎えているということですね。で、昨年の成績見ていきましょう。1軍成績、日本ハムと巨人時代合わせて73試合で1割7分7厘、226打数の40安打7ホーマー。OPS が 0.574 という成績でございます。はい、移籍してからもねなかなか結果が残せずに、結局このような数字で終わってしまったと。はい、で今季ね再起をかけてというところだったんですが、ここまで23試合で1割8分8厘69打数の13安打2ホーマー、 OPS が 0.577 ということで、昨シーズンとねほぼ変わらない成績でここまで来てしまっていたと。ただオープン戦とかでは状態が良かったので、それもあってね期待していた方っていうのも多かったのかなっていうふうには思いますし、私自身もそれなりにやるんじゃないかなっていうふうには思ってましたので、ちょっとね残念だったなと。話によると首を痛めたみたいなねとも言っておりましたので、そこも関係していたのかなと。はい、ただ2軍に落ちてからはですね、先ほどお話しした、雨天ノーゲームの、ホームラン2本を含むと10試合で打率が2割9分、31打数の9安打6ホーマー、11打点、 BBK 0.57、OPS が 1.309 という成績でございました。ホームラン2本抜くと大体2割4分くらいなんですが、2本入れると打率もね3割近く上がってきましたし、ホームラン数も文句なしと。で、OPS は 1.3 を超えているということなんで、やはりね、状態はかなりいいのかなっていうふうに思います。はい、なので2軍で圧巻の成績と。で、報道によってはですね、当面2軍じゃないかみたいなね、ところも報じられておりましたが、今回ですね、昇格ということになりました。チーム事情とかもね、あるのかもしれません。いろいろ、離脱とかもありましたので、今回中田選手の、昇格と。まあ、首の方がね、良かったらそこは問題ないんじゃないかなっていうふうには思いますが。で、現在ですね、巨人のチーム状況っていうのも確認していきましょう。はい、では現在の巨人の状態というところを見ていきましょう。
3月4月はですね、31試合で20勝11敗勝率が6割4分5厘ありました。打率2割5分3厘本塁打35防御率が 3.11 という成績でございました。非常にねいいスタートダッシュを切れていたんではないでしょうか。特にホームラン数ですよね、そこが圧倒的なものがあって新戦力と噛み合ってというところで、まあ、いい状態だったと。ただ5月に入ってからですね7試合、勝ちが1しかないんですね。負けが6勝率が1割4分3厘打率が2割2厘本塁打6防御率 5.61 という成績でございます。まあ打てなくなってで防御率もかなり悪化していることが分かりますね。でその結果、なかなか勝てないよと。で計、見ていくと、合わせるとですね38試合で、21勝17敗勝率が5割5分3厘まで落ちてくるんですね。打率が2割4分4厘41ホーマー防御率が 3.56 という成績でございました。はい、というわけで、このぐらいですね結構勝てない時期が続いていると。で首位陥落で現在ですね3位にまでなってしまったということなんですね。まあ一時ねかなりあった貯金というのも現在4つまで減ってきてしまったと。まあその要因としては吉川選手や坂本選手の離脱っていうのが本当に大きいのかなっていうふうには思うんですけれども、まあそうなってしまったものはしょうがないと、今いるね現有戦力で乗り切らないといけないのかなっていうふうに思うんですが、でそしてですね今回中田選手の復帰というところに至って主な1軍の1塁手の成績っていうところを見ていきましょうと。で中島選手、広岡選手、勝木選手ですねが主に今1軍にいるメンバーでファーストを今季守っていると。で中島選手が43打席で2割7分5厘で、OPS が 0.777、 広岡選手が47打席打率が2割3分1厘で OPS 0.707、勝木選手が37打席で打率が2割、 OPS 0.500 という成績でございます。中島選手が、一番打ってるかなっていう感じはします。 でそれに続く広岡選手というところなんですけれども、まあただ OPS 0.7 台というところなんでめちゃくちゃ抜けてるわけではないんですよね。なのでここで状態のいい中田選手を使って、まあ、起爆剤になってくれればなというところなのかなっていうふうに思います。で、この時ですね、誰が抹消されるのかというお話になるんですけど、それはこの一番下に書いてある、勝木選手が抹消されるというところなんですね。で、勝木選手ですね直近6試合で見ると12打数の1安打しか打てておりません。打率でいうと0割8分3厘ということになってまして、オペースが 0.237 ということで、まあ、打力を、ね、期待されてここまで打てなかったら正直抹消も仕方ないのかなと。守備とかで、ね、いい動きっていうのは確かに見せていたんですけれども、まあ、やっぱファーストっていうのは打ってなんぼというところなんで、まあ、2軍で、ね、また状態上げてきてほしいなというところなんですけれども、はい、というわけで今の、ね、巨人の状態見ていきました。まあ、ここで中田選手昇格でなんとか、ね、上向いていただければなと。でここにあとは坂本選手と吉川選手が思ったより、ね、早く戻ってこれそうな感じはしているので、まあそこまでね、しっかりとつないでいけばまたね上昇していけるんじゃないかなっていうふうには思いますので、まあ耐えて耐えてというところなんですが、まあここからね、明日以降どうなってくるかと。はい、というわけで今日は以上ですね。最後ネットで何を見て終わりましょう。はい、ではネットで何を見ていきましょう。中田さんは最後のチャンスだと思ってやってほしい、今度こそだよ頼むよということですね。そうですね、中田選手に関してはやっぱね移籍してきた理由が理由なので、なかなかね心象も良くないこともあるでしょうし、その中で結果が残せなかったら当然風当たりっていうのは強くなって当然なのかなっていうふうには思います。で、まあ、今季もねなかなか状態が上がらず2軍に行って、でまた1軍に来て、まあ、ここで結果残せなかったらちょっとね本当に首が寒いことには確かになるのかなっていうふうには思います。まあ、ここで結果残せなくてもう1軍上がってこれないっていうことはないとは思うんですけど、ただそれに近いね危機感っていうのは持っていただいてプレーしてもらいたいなっていうふうには思いますし、その力がある選手だとは思っておりますので、まあ、この中田選手昇格がどうなるかというところですね。はい、でこちら見ていきましょう。中田上げるのええけど勝木下げるの違いやろ、左の代打いるってということで、まあ、一方で勝木選手ね状態が下がってきたとはいえいろんな貢献もしておりましたし、まあ、期待もねある選手なんで、まあ、そこはどうなのかと。確かに左の代打ですね。で左のファーストで言うと実は勝木選手がいなくなってしまうと、そこがなくなってしまうんですよね。まあ、外野で、ね、立岡選手とか八百田選手とかもいるんですけれども、ただファーストで左っていうのがいないと、確かにあん
ンバランスな感じはしますよね。なので、まあ、今後勝木選手が落ちて、もしかしたら秋広選手とかタイミングによっては昇格する可能性っていうのも今後出てくるのかなっていうふうには思いますので、まあ勝木選手は今回落ちてしまったんですが、左の、代打でファーストを守れる選手っていうところがね、今後2軍でどういう動きになるか、そちらも要注目かなというふうに思います。では今日は以上ですね。良ければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーの、ゲームセット。ありがとうございました。